もうプロ野球ファンの間ですっかりおなじみになりました。選手チーム対審判チームの親善試合が今年もまた行われました。日曜日ということもあり、審判チームの家族たちの応援も多く、子供たちのお父さん頑張れの声援がグラウンドに響きました。日頃グラウンドに立っているだけの審判たちも、この日ばかりはと生き生きとしたプレーを観客たちに見せていました。走塁などではどうしても審判チームにひいき目の判定がされることが目立ちましたが、選手チームも日頃の鬱憤を晴らすことよりもむしろ先のことを考えて、故意にエラーや空振りをする選手も多くあり、観客の中には来年はもう来たくないという声も多く聞かれました。